浦さんの木です、えー、私はスポーツ漫画でいうとやわらとかハッピー他は割と、えー、ミステリーとかいろんな方面をやっておりますけどスポーツ漫画といいいう括りでではなななかなか括れない感じの作品が多いです実際にそのスポーツ漫画を見た人たちが影響されてそのスポーツを始めるトップのアスリートに育っていくみたいなそういうことが起きるっていうことを考えると我々はその責任重大なのかなっていう気もしますよね。 ですからそういうペン先から熱気を伝えようとしたものが皆さんに伝わればこれが一番僕らがやりたかったスポーツ漫画のあり方だと思うのでそれを感じていただければと思います。